E さんです。今朝は私のホームでございます。勝手にホームオーバーにしてますが、取り出を本当にやってこなかったんで、今日は。しっかり、農薬も1時間ということなので、それを利用してしっかりとコーヒー飲みながら与えてやりたいと思います。ちょっと試しでうどんのイヤホン使って iPhone に録音してやるのはどうかなっていう、ちょっと試し撮りも兼ねてです。単純に撮りでやってもつまらないのと、あとどんなコンテンツが面白くなるかなっていう試しで、狙いとしては、すげえな、ちょうどスピーカーかな、まあ、それも含めてテストで、愛しのダンブルドア先生待ちにしたいので、このチェスがあと2つ中の、まあまあまあ、7つ、あとこれですね、この子があと1つとかっていう感じで、まあ、ちょうどいい感じの残りになってるんで、ちょっとまあ切りのいいところかどうかはあれですけど、ぼちぼち狙えるところに来たらやめたいなと思ってます。チャレンジについても多少一戦ぐらいは長撮りしたもので、また解説を入れたいなって思ってます。闇払い解説になりますけども、まあ、よかったら参考にしてください。昨日もあんまりうまく説明できてませんでしたもんね。なんかダラダラ解説してました。モーニング食べながらなんで、まあ所詮ちょっと、まあ、手慣らしもあるんで解説含めていきましょうか。すごく嫌ですけど森1ぐらいにしましょうか。ホームは行きたいんで、シングルだったらもう1です。あくまでルーンで変わるのはチャレンジ XP です。で、森1ぐらいで何か薬もあるんで、薬なるべく多めに使っていこうかなと思ってます。あと治療薬も結構在庫あるんで、もうちょっと上の方行っても大丈夫かな。で、やり口ですけども、闇払いの場合、私もレベルが15でマックスなんですけど、まあ、そうならなくても、まあ、最初の一撃っていうのを取っとくと、初手がすごく強くてクリティカルとかも入りやすいんですよ。ですので、ある程度ちょっと時間はもったいないですけど、まあ、本当はそんなこと効率を求めるとしないんですけど、今解説用で、ある程度ちょっと出しちゃいます、敵を。で、初手をバンバン打っていきますので、コーヒー飲みながらもう1体ぐらいになってます。強烈な雰囲気使おうと思ってるんで、1体にそうバンバン使っても構わないんですけど、まあ、ある程度こう見えた方が次何かなっていうのも分かるんで、コーヒー代より安い、普通のコーヒー代より安いんだけど、なんか4体目なかなか出ませんね。でも多分ビデオでは早送りになってると思うんですけど、出ないな。まあじゃあそしたらちょっとやっていきましょうか。で、じゃあまず魔法使いからやっていきますけども、昨日も言った通り、マックスくらいだったらとりあえずまだ集中力がないんで、今右側の混乱だけかけます。で、初手が強いんで、で3体も初手も打っちゃいますから、ここで強烈を飲んじゃいます。持って弱くてもいいんですけど、でこれでクリティカル入ると、まあ、ほぼ一発で森レベルだったらいくかなとは思ってたんですけど、で同様に、エルクリングにも、混乱を右側の混乱をかけます。で初手が強くてかつ強烈な雰囲気なんで結構削れると思います。あ、ダメだ。それで、あ、しまった。それで今やったところで本当は逃げます大失敗。ベルクリング入んないな、畜生。で、一番苦手なオオカミ、これにも、まあ、これはもう、混乱が必要なんで混乱をかけて、でも絶対こいつには衰弱かけざるを得ないんで、左側の衰弱もかけます。で、初手強烈を飲んでるところで初手にクリティカルが入ることを祈ります。入ります。で、これはもうオオカミなんで2手目も、あ、これ結構メーターが結構振り切れたんで、これで今強烈と飲んだ状態で打っちゃうとオーバーキルになる可能性があってもったいないんで、まあ、そういう場合は逃げます。これは共闘した場合でも同様ですね。で、次に最初の一手が打てる、ピクシー、これに、右側の混乱をかけます。で、まだあと2つ薬が残ってますんで、これもクリティカル入れば一発ぐらいで終わるという状態ですね。
で、この状態だとこれも全部今出来上げましたんで、この状態で強烈が今一発残ってますから、今日2月のエルフリングに衰弱をかけてあげて、継続して戦う場合にもあまり削られないように今体勢を整えました。で、さっきもあったようにエルフリングなかなか入りにくいんで、今もう残1ですから、これをこうで入ると結構削れると思います。もしくは、なんかこれもね、わかんないですけどね、衰弱はあんま関係ないんですけど、衰弱を入れるとかまた入りやすくなるみたいなところもあります。で、オオカミくんもさっき一発入ってくれて残り少ないんで、ただこれも今薬ないんで、多分一発じゃ倒せないですよね。きついんですよ、本当に。本当に強いですよね。まあ、森ぐらいで、闇が15ぐらいになってますと、そんなに削られることもないんで、楽ですね。まあ、ちょっとこれは薬使っちゃったんであれなんですけど、次のちょっともう一個だけ長編で回しますけども、薬なしでいきましょうかね。で、結構こうやって後編になるとも集中力は余ってくるんですけども、使い道はないっていうのがソロの悲しいところですね。で、シュピリトは、混乱が効きませんので、みりんの、混乱の呪文は使わずに、今、左側から出したいところですね。衰弱の呪文をだけかけて、でもこれは標準的なんで、多分一発で、薬なしでも一発、しかもシュピリト結構硬いんですよね。リッターでさ入ってくれれば多分一発、あれ違いましたね。しっくいびって削れないんですよね。よいしょ。で、これで終了という形になります。さあ、なんか出て、あ、出ましたね、ラッキー。最初の1時間が終了いたしました。なんかカッパみたいになってる。一発、一番優しいのが揃ったような気がします。なかなか出なかったですね。大体これは一発も出ませんでした。まあ、とりあえずこれが揃ったんでもう良しとしたいんですが、ちょっとまあ引き続きラスト1時間、あと1時間だけ試してみたいと思います。最後パワーが残ってたら、闇の辺を、まあ、多少薬を使いながら攻略してみたいと思いますので、チェスがやっと揃いました。これでダンブルドア先生待ちになりましたので、ダンブルドア先生あと9個なんと画面録画が取れてませんでした。朝食